DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャンクスターシェイアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたかうしかないなら。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は服役中のことについてちょっとお尋ねしたいんですけども、まあ辛かったことこの前も聞いたんですけどなかった。そうですね。辛かったこと強いて言えば最初の独居の時ぐらいですけど、その独居もまあね、そのこの間も言ったように朝飯のプレート蹴っ飛ばすのでストレス解消してたんで、あとはもう本当に一日中中で腕立てしたりとか運動してて、あとなんか聖書を読む癖、その一日の自分のルーティンみたいのを作ってやってたんで、そんな苦にはならなかったですけど、やっぱ3年ぐらいでやっぱギブアップしちゃったんですけど、特別だからどこにいてもそんな苦になることはそんなにないですかね。で、まあ、楽しかったことって全般的に楽しかったって言われてますけど。そうですね、楽しかったのはやっぱ最初その独居から出て一般房に出て、でまあ最初は一人でいたんですけど、まあ独居にいるよりもね、スーパーで買い物できる、自動販売機ある、あのね、どこでも行ける、まあそれで、ね、好きな時間にシャワーもできる、でテレビも見れる、ね、散歩もできる、ね、何でもできるわけじゃないですか、まあ、それだけで全然幸せじゃないですか。でそこからちょっと地下のと揉めて、でその地下のに入っていくじゃないですか。で入ってって、やっぱ最初のうちはその若いホーミーたちが、なんでこんな中国人仲間に入れなくちゃいけないんだって、やっぱそういう若い子たちの反発もすごいあって、でもそういうのも一切気にせずに、で過ごして半年ぐらいして、やっぱその子たちは逆に今度自分を慕って、お父さんお父さんって呼ぶようになって、でやっぱ刑務官とかからもある程度信用を受けて、やっぱそいつらも金困って、やっぱ刑務官もやっぱしのぎとかしたいわけじゃないですか。でそういうのを協力してるうちに、やっぱ刑務所の中でもやっぱ自分の地位っていうのができてくるじゃないですか。である程度自分の、ね、好きなことを好きなものを手に入れることもできる、でおまわりも自分の言うことを聞くようになる、で例えば自分は野球チームいっぱい作ってたじゃないですか。それでも毎年その野球のボールも何のボールを使うのによってやっぱホームラン打てる打てないが出てくるんですね。高級ってあるじゃないですか、あれも番号があって、番号が多いほど硬いんですよ。硬いボールの方が飛ぶんですね。でおまわりはやっぱり番号が低い方が安いから、安いのを使いたいんだけど、で自分が代表でそのリグレーションの方と話し合いに行くときに、で今年1年間バット何個、ね、ボール何個っていうのを決めるわけじゃないですか。でそういうのも全部自分が仕切るようになってって、でそういうリーグ戦とかの、ね、そのセッティングとかもできるようになったりとか、だから本当に楽しかったですけどね。で刑務所の中で犯罪によっては殺される人っているじゃないですか。それは結局なんていうんですかね、刑務所の中にできないことをしちゃうとやっぱ殺されるわけですよ。例えば外よりも全ての薬物が刑務所の中にはあるわけじゃないですか。でその薬物、ヘロインならヘロイン中毒、コカインやってるやつもいる、ね、覚醒剤やってるやつもいる、あと PCP って日本じゃちょっとあんまりみんな知らないと思いますけど、その PCP だとか LSD だとかいろんな薬物も とにかくないものがないんですね、中に。で例えば何ですかね、コカインとかだったらちょっとやって、あじゃあ今お金ないからやめようって言って、まあとりあえず間開けることができるけど、ヘロインの場合って一回食っちゃうともう中毒性で、ね、禁断症状が出るから食い続けなくちゃいけなくなっちゃうんですね。そうするとやっぱ何ですかね、8ボールってこの8オンスでだいたい中の相場がやっぱ5000ドル、日本円で60万ぐらいするわけですよ。で
なんですかね、体が綺麗だから外にいるよりも少しの量で効くんですけど、それでもやっぱね、やっぱそのドラッグの中じゃ高額のドラッグなわけじゃないですか。だけどやっぱ必要だから買いますよね。お金のあるうちは現金でどんどん買える。だけどやっぱお金に詰まってくるわけですよ。その時にね、明日払うから今日の分どうにかしてくれって言って、やっぱだんだん払えなくなる。もうそのお金が払えないと、やっぱなんですかね、もらってない方のやつはあのバカにされたっていうので、結局どうしても殺さなくちゃいけなくなっちゃう。それはギャンブルでもそうです。あのポーカーとかやってて、やっぱ負けて、もうひどいやつになると、最初はね、あのアイスクリーム1個から始まって、で負けてってアイスクリーム100個とか、ベネジェリーとかハゲンダッツのアイスクリームって刑務所の中でも1個やっぱ3ドルから5ドルするんですね。でそれがやっぱね、アイスクリームの数で100個とか、ね、お前明日のスーパーの時に明日買えよってね、100個のアイスクリームって結構な金額いくわけですよ。でやっぱそれが払えない、そういう細かいそういうお金の問題で大体殺されますね、うん、だからあとはあれですね、例えばテレビ、野球観戦、バスケット、アメリカンフットボールって全部のスポーツテレビルームでやってるんですね。それも全部お金がかかってるわけですよ。でそのお金をかけて例えば払えないとやっぱ殺されますね。殺され方っていうのは、それはその時によってですけど、あの例えばあの棒の中に入ってる時に、あのシャンプーのボトルにベンジンって分かります？ベンジン入れたやつをビューってかけられて、マッチ投げられて、火つけられて殺されるとか、もっとひどいのだと、なんていうんですかね、あの首落とされて、トイレに座らされて、自分の顔を持った状態で自分のくわえたまま殺されてるやつとか、あとは夜、あのなんですかね、パイプ椅子のパイプあるじゃないですか、あの足を折って寝てるところを頭ザクザクに刺されてるとか、あと首、あのアイスピックので後ろから行って首こうやって何回も刺されてとか、いろんなその状況によって違いますけどね。大体緊張の中で一月にどれぐらいですか？一月に大体し、あのオーバードープって言って、あのヘロインやりすぎて心臓麻痺で死んじゃうやつもいるわけですけど、そういうのを含めて大体15人から20人ぐらいですかね。毎月ですよ、毎年じゃなくて。毎月ですか？毎月です。日本の刑務所ではちょっと考えられないことですね。日本の刑務所は守られてますからね、はい、まずそうやって殺されるってことはないと思いますけど、うん、やっぱりもう自分の身は自分で守るしかないと。というかできないことをしない、うん、約束し、ね、できないことはしない、それを守れば殺されることはないと思いますけどね、うん、あの抗争とかは別として、うん、抗争の時はやっぱり、そうですね、抗争の時はやっぱりさすがにそれはもう運で、ね、その場所にその時間に悪いタイミングでいればやっぱ殺されちゃうし、うん、例えば運悪く一人でいるところに、ね、敵対するのが10人いて、そいつら全員ナイフ持ってたら絶対無理ですよね、うん、本気で来るんですよね。そうですね、本気でというか殺すつもりで来ますから、うん、やっぱその時も死因が何人か出るわけですか？そうですね、交渉始まると一気に行かないと FBI があのスワットが入ってくるんで、そうするともう無理やり集結されちゃうんで、それが入ってくるまでの勝負なんですね、うんうん、だから始まると一気に行きますね、うん、もう決まってるんですか、その日にちっていうか。いや日にちとかは決まってないですね。だからもうその構想が始まるのもやっぱりいろんな理由があって、もう些細なことだと結局あの野球場で若いホーミーたち同士がもう本当のね、19、20歳ぐらいのホーミーたちがちっちゃい喧嘩からでどっちかが殺されちゃったとか、そこから一気にでかい抗争に始まる時もありますし、あと薬絡みとかで、お客取った取んないとか、そういう利権の問題もありますし、
あとやっぱ自分が野球チームいっぱい作ってたじゃないですか。でやっぱ自分はホーミーのチームはホーミーのチームで作って、で自分の試合の時はあの後ろのバックネットのとこにやっぱホーミーたち80人ぐらい来ますから、ね、そこでやっぱお金も動いてるわけですよ。監視もお金かけてます。だから野球の試合の前の日になるとみんな監視が自分のとこに来て、ケア明日の試合でハンデどんくらい上げれば勝てんのって、でこれ全財産かけるから頼むよってお前に頼まれるわけじゃないですか。で、ね、そういうハンデとかも教えてあげて、でやっぱお前たちにもやっぱ儲けさせてやる、うん、それでやっぱ自分の血を引き継いでいくっていう感じですかね。ありがとうございました、うん、ありがとうございます。本日はお疲れ様でした。お疲れ様です。消えないが卒業なサクライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、right.